さつきぼっちゃんのバースデーパーティーはもう終わりだけれど、今年は特に人が多いわね。なんでもビジネス界のお偉方が来るからボディーガードの数を倍に増やしたとか。バースデーパーティーはただの見せかけで、彼らの本当の目的はコアの取引の場を提供することよ。あなたたちの任務はゲストに扮してパーティーに参加し、違法取引されているコアを回収すること。迅速な解決を心がけてちょうだい。お嬢さん、一人かい？パートナーはどうしたんだ？君のパートナーはまだ子供なんだろう。若者は大切にするってことを分かっちゃいない。一人でいるのも寂しいだろうし、よかったら俺と一緒に飲まないか？ジェームズと呼んでくれ。ここじゃ落ち着かないな。6階に空中庭園があるんだ。そこなら静かで雰囲気もいい。そこで一杯飲むのはどうだい？たつき坊ちゃんは3日前からこのホテルを貸し切ってるんだ。だから誰かに邪魔される心配もない。お前は何者だ？俺はただのボディーガードだ。何も知らない。やめろ。全部話すから。コアは5階に保管してある。5219号室だ。だがそこには大勢の見張りがいるし、コアは金庫の中に入ってる。パスワードは知らされてない。本当に知らないんだ。どこにいるんだ？5219号室だ。金庫のパスワードはもう分かった。とりあえずこっちに来てくれ。おい、解毒薬はいつくれるんだ？NPX9。 それって昨日一緒に読んだ漫画に出てきたやつじゃ。イカ様の腕を上げたみたいだな。待ってる。ああ、そのうち奴らの仲間が来る。早く行こう。
俺は安全な通路から降りようと思ってたんだが、もしあんたがそうしたいなら。準備はいいか？しっかり捕まってろ。あんたに連絡しなかったのは、誰かにつけられてることに気づいたからだ。その後尾行は巻いたが、また追ってくるかもしれないから、一人でコアを探すしかなかった。別に そろそろ物語の第2部を始めるか。死の果てへの逃亡かな。俺はただ自分がパートナーを置き去りにするようなやつじゃないって言いたかっただけだ。あと大切にすることを分かってない若者でもない。ああ、たまたま耳に入った。それは俺も分かってるけど、改めて言っておきたかったんだ。それは コアを盗んだあの若造、パスワードを教えなければ俺をロープで縛って50階からブランコみたいに吊るすと脅してきたぞ。一見おとなしそうに見えて血も涙もない。お前たちはどんな手口であいつに騙されたんだ？申し訳ございません。シングルルームは現在満室でして、空室はダブルルーム一部屋のみとなります。もう夜明けに近い時間ですので、それに大雨の予報も出ています。ここは空港から近いので午後にはほぼ満室になりました。あるにはありますが、おそらくどこも満室かと。俺は外で寝てもいいぞ。ごゆっくりどうぞ。膝すりむいてるぞ。痛いか？
フロントに行って絆創膏はあるか聞いてくれ。これしかないって言われた。まあな。でもずっとじゃなくて時々だ。いろんな奴があんたをナンパしてきた時だ。彼らはろくに話もせず二人きりで酒を飲まないかってあんたを誘ってきたよな。そして断られたらこう言ってた。君からは本当に特別なものを感じるんだ。チャンスをくれないか。それで、あんたはチャンスをあげたのか。やっぱり一緒に行動すればよかったな。考えてたんだ。今言ったケーキはあんたが一番好きな味なのか。申し訳ございません。あと2時間ほどかかりそうです。あちらの左手の廊下に自動販売機がございますので、よろしければご利用ください。あの、今日一緒に来られた男性は彼氏さんですか？先ほど絆創膏がないか聞きに来られたのですが、お渡しした後可愛い柄のものはないかとお聞きになったんです。きっとあなたのためにそう言われたのでしょう。可愛らしい方ですね。恋愛とはそういうものではないでしょうか。おやすみなさいませ。ちょっと腹が減って。ちょうどフロントに行った人を数人見かけたが、その話し声なら少し聞こえた。具体的に何を聞きたいんだ？部屋に戻るのか？
大丈夫だ。夜が明けたらきっとやむ。今、何を考えてる？誰のことだ？好きなのは絆創膏だけか？あんたの隣に座ったぞ。これでもはっきり見えないか？そうか、本当に影響を受けてるみたいだな。触られてる感覚はあるか？じゃあ匂いは？俺と同じ匂いがするが、わからないか？よかった。温度感覚はまだあるんだな。自分の顔が熱くなってるのは、わかったんだろう。まさかこの装置でも、コアの磁線を遮断できないのか？やっぱりずっとこれを見てたのが原因かもしれないな。大丈夫だ。影響を受けるのは五感だけだろう。幸い感情に影響を及ぼす力はまだなさそうだ。怖いのはそうなることだけじゃない。一番怖いのは今の俺みたいになることだ。今の俺みたいに何かに囚われること。雨が止むまでに何かしたいことはあるか？このタイプのコアの磁線は人の五感を鈍らせる。今後はもう二度とあんたを感じられないかもしれない。イチゴだ。それかサクランボだな。正解か。今の強さじゃわからない。
知られないなら、それはもう重傷ってことだな。それなら今夜が最後の機会だな。あともうちょっと、ちょっとだけでいいから。ああ、そんなのは分かりきったことじゃないか。そうだな、馬鹿しかしないことだ。